こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では大人の男性に似合うスニーカーというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。皆さんもですね、靴を買おうかなと思って靴屋さんに行くこともあるかなと思うんですが、そうすると店内にはですね、めちゃくちゃたくさんのスニーカーが並んでいるので、その中からですね、どれを選べばいいのかなかなかわからないのかなというふうに思っています。確かにですね、スニーカーブランドってたくさんあるんですね。しかも一つのブランドの中にも様々なモデルがあるので、その中から僕ら世代に似合うものを選ぶのは難しいかなと思うので、今回の動画では大人世代に似合うスニーカーということで代表的なものをですね、一挙にご紹介したいなと思うので、よかったら参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速1足目から解説をしたいなと思うんですが、まず1足目はですね、動画の中でも何度も触れてきましたアディダスのスタンスミスという靴ですね。これに関してはですね、メンズのスニーカーにおいては大定番と呼べるもので、実はギネス記録にもなったような世界で一番売れてるスニーカーがまさにこのスタンスミスというモデルなんですね。皆さんもですね、もちろん見たことがあるかなと思うんですが、基本的なスタンスミスというのは白のレザーになっていまして、スニーカーの中でもですね、結構上品な雰囲気が漂っているんですね。通常のスニーカーだともっとごつめのものだとか、スポーツブランドのロゴがしっかりと入っていたりだとか、多色使いしているものもあったりするんですが、そういったものと比べると割とですね、デザインもシンプルでクリーンで使いやすいので、僕ら世代でも十分に使えるようなスニーカーなのかなというふうに思っています。ただスタンスミスというのは結構ですね、様々なバリエーションがあるんですね。一番定番的なスタンスミスといえば白ベースのレザーなんですけども、かかと部分が緑になっているものなんですが、これがですね、別注バージョンだとか販路を限定したモデルになると、ちょっとですね、カスタマイズされているものがあったりするんですね。例えばかかとの部分がブラックになっていたりだとか、ネイビーになっていたりだとか、あとはスタンスミスリーコンというシリーズなんかがあるんですが、こちらに関してはスニーカーのタンの部分にスタンスミスさんのですね、似顔絵が描いてあるんですけども、その部分がゴールドになっていたりだとか、結構ですね、様々なモデルが出てるんですね。そんな中で皆さんにお勧めしたいのは、やっぱりですね、通常のスタンスミスよりは少しひねりの効かせてあるようなものが、僕はですね、買ってテンションが上がりやすいかなというふうに思っています。毎シーズンですね、いろんなセレクトショップとコラボレーションをしたりだとか、先ほどお伝えしたような販路限定バージョンのスタンスミスなんかが店頭に並んでいたりするので、そういったものを買っていただくと結構ですね、人との違いが出しやすいのかなというふうに思っています。主にこういった限定バージョンのスタンスミスというのは様々なセレクトショップで取り扱いがあるので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて2足目ご紹介したいのがナイキのスニーカーなんですね。ナイキというとこの動画の中ではエアマックス97をおすすめすることが多いんですが、あれはあれで個人的には大好きなんですけども、誰もが履けるようなシンプルなスニーカーというものではないんですね。少しトレンド感があって、なおかつですね、デザインに関してもそこまでベーシックなものではなくて、結構ですね、近未来的な特徴的なものになってるんですね。それでは皆さんにおすすめしやすいような一番使い勝手のいいナイキのスニーカーといえば、僕の中ではですね、エアマックス90が思い浮かぶんですね。同じくエアマックスシリーズなんですが、エアマックス90に関してはデザインに関してはもうちょっとシンプルなんですね。色合いに関しても結構たくさんのカラーバリエーションがあるんですが、その中でも僕がですね、おすすめしているのはブラックベースの本体に対して白ソールのついたエアマックス90なんですね。これはですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいプレーンなデザインになってるかなというふうに思っています。僕自身はこれは持っていないんですが、実はうちの奥さんがこちらを愛用してるんですけども、結構ですね、様々なスタイルに合わせやすいスニーカーとして大人の男性にもですね、おすすめしやすいスニーカーなのかなというふうに思っています。価格に関してもエアマックス97に関しては結構ですね、1万円台後半でほぼ2万円に近いんですが、エアマックス90に関しては1万3000円前後なので、比較的買いやすいというところも結構ですね、手が出しやすいポイントなのかなというふうに思っています。ナイキのスニーカーは様々なバリエーションがあるんですが、その中でも大人の男性がベーシックに使いやすいものとして、ぜひですね、エアマックス90というところを頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いて3足目はこれまたですね、定番中の定番なんですけども、
バンズのオールドスクールというスニーカーになりますね。まあ、こちらの画像にあるようなモデルなんですが、皆さんもですね見たことがあったり、中には以前に履いたことがあるという方もですねいらっしゃるかもしれません。まあ、このスニーカーというのも定番的なものなんですが、どういう方が履いているのかというと、結構ですねスケーターの方が好んで履くようなスニーカーなんですね。ですので僕ら世代でかつてスケボーをやってた方はオールドスクールを履いてたという方も少なくないかなというふうに思っています。まあ、僕自身はあまりですねスケートに力は入れていませんでしたが、もちろんですねオールドスクールというものは経験したことがあります。デザイン的にはですね少しカジュアル感があるようなラインが入っているんですけども、素材使いに関しては大人っぽいレザーを使っているんですね。このオールドスクールが発売された当時というのは、このようなレザーを使ったスニーカーって珍しかったんですね。ですので結構当時としては驚きのあるデザインだったんですが、まあ、表面にはですねちょっと起毛感のあるレザーを使っていまして、割とデザイン的にはカジュアル感があるんですけども、大人の男性にもですね似合いやすいようなスニーカーなのかなというふうに思っています。これまたですねたくさんのカラーバリエーションがあるんですね。その中で定番的なのはブラックなんですが、結構いいなと思ったのがライトグレーのオールドスクールなんですね。これは先日丸の内のですねビューティー&ユースの店舗で僕は見つけたんですが、結構ですね上品な色合いで様々なスタイルにも似合いやすかったんですね。ですので僕はお客さんに提案をさせていただいたんですが、結構その方にも気に入っていただけたので、僕ら世代でもこういったオールドスクールというところ改めて使い勝手がいいのかなと思うので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目はホカオネオネというブランドなんですね。これはですね今までご紹介してきたスニーカーブランドとはちょっと違って、少しコアなブランドかなというふうに思っています。最近ですね様々なセレクトショップで取り扱いをされるようになったんですが、これはですねもともとランニングシューズなんですね。さらに言えばトレイルランというですね山を登ったり降りたりしながら走る競技があるんですが、そこで使われることが多いシューズブランドなんですね。そういった理由もあって、結構ですねソールがしっかりとしているようなゴツめのスニーカーになってるんですね。僕自身もこのブランドのスニーカーは所有をしてるんですけども、まさに今っぽいですねボリューム感のあるスニーカーになっているんですね。まあ、ここ数年はですねスニーカーのトレンドとしてはベーシックなスタンスミスみたいなものももちろんあるんですが、ナイキのエアマックスシリーズだとか、あとはホカオネオネのような少し底が厚いものもですねトレンドになっているんですね。そういった時代の雰囲気とも結構ホカオネオネのですねスニーカーは合いやすいので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなと思っています。一般的なスニーカーブランドに比べると人と被りにくいというところも結構いいポイントで、その点が僕も気に入ってですね最近はホカオネオネを履いているわけなんですが、特に僕は去年ですねホカオネオネをよく履いていたんですね。そして今年はですねエアマックス97がマイブームだったんですが、最近はこのホカオネオネはランニングシューズとして活用しているんですね。結構独特の履き心地になっていまして、ソールに傾斜があるんですね。そのおかげで結構歩きやすかったり走りやすかったりするので、ぜひ皆さんにも経験していただきたいスニーカーかなというふうに思っています。価格は1万円台後半になるので少し高くなるんですが、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてご紹介したいのはニューバランスの定番的なスニーカーである996というモデルになりますね。これもですね絶対に外しちゃいけない大人に似合うスニーカーなのかなというふうに思っています。まあ、ニューバランスについては以前ですね動画をアップしているので、そちらの方もぜひ確認していただきたいんですが、人によって結構イメージの変わるスニーカーブランドなのかなと思っています。まあ、一般的にはニューバランスのスニーカーというとちょっとですねおじさんが履いてそうなイメージがあるかなと思うんですが、実はファッション上級者の方も結構ニューバランスを愛用している方が多いんですね。デザインとしては先進的なものというよりは昔からあるようなちょっとクラシックなデザインになってるんですね。まあ、ニューバランスの N というロゴがしっかりついたいわゆるスニーカーっぽいデザインになってるんですが、意外とですね様々なスタイルに馴染みやすくて、一足持っておくとカジュアルなスタイルからジャケットを着たようなスタイルまで似合うので、すごくですね大人の男性には使いやすいモデルなのかなというふうに思っています。中でも996というのは結構定番的で、990番台シリーズという中でもですね一番ポピュラーなのが996というシリーズなんですね。デザイン的にもですね癖がなくて、ニューバランスの最初の一足としてはすごく使いやすいモデルなのかなというふうに思っています。ちなみにこの996というシリーズには2種類価格帯がありまして、
15,000-16,000円で買えるものと2万円台後半のものがあるわけですね。これはどう違うのかというと、高いニューバランスの996というのはメイドイン USA になっていまして、ニューバランスの工場でハンドメイドで作られているので、やはりですね、その分コストが上がってしまうんですね。一方で1万円台中段の996に関してはアジア生産になっているので、比較的ですね、買いやすい価格帯になっているのかなというふうに思っています。まあ、デザイン的にはほとんど変わるところがなくて、996のですね、ロゴの下にメイドイン USA って書いてあったり、あとはソールの部分に違いがあったりするんですけども、見栄えとしてはですね、ほとんど違いがないので、まず最初の一歩としては15,000-16,000円ぐらいで買えるような996で僕は十分なのかなというふうに思っています。まあ、クラシックでちょっとダサかっこよさというところを追求するには、ニューバランスのスニーカーというのはなかなかいいスニーカーだと思うので、ぜひ皆さんにもですね、まずは試着からしていただきたいなというふうに思っています。以上が比較的1万円台で買いやすいようなスポーツブランドのスニーカーになるんですが、ここから上もですね、様々なブランドがあるんですね。正直スニーカーの値段というのはピンキリで、安いものはですね、1万円以下のものもあるんですが、高いものは結構10万円を超えるものもあったりするんですね。ただこのあたりの価格帯になってくると、あくまで個人の趣味の世界なので、なかなかですね、一般的なものではないかなと思っています。例えば今回ご紹介したような1万円台のスニーカーブランドの上にどんなスニーカーがあるのかというと、僕の中で結構気に入っているのがコモンプロジェクトというブランドなんですね。ここのレザースニーカーはめちゃくちゃ美しいんですね。例えばこちらのような白レザースニーカーであったり、あとはブラックレザースニーカーですね。これはですね、いろんなスニーカーを見てきましたが、シンプルなレザースニーカーの中では最高峰のブランドなのかなというふうに思っています。なかなか目にすることが少ないんですが、トゥモローランドなんかで取り扱いがあるんですけども、本当にシンプルなレザースニーカーになってるんですね。スタン・スミスのレザースニーカーと比べると少しですね、丸みがあるんですけど、その中にシャープさを感じるようなすごく美しいシルエットになってるんですね。またレザーの素材自体もすごく上品ですし、靴の作り自体もですね、イタリアで生産しているので非常に品質がいいので、まさに大人のためのスニーカーなのかなというふうに思っています。ただ金額はかなり高くて5万円ぐらいするんですね。なかなか手頃なスニーカーではないので、こういったコモンプロジェクトのようなシンプルなレザースニーカーを買うのであれば、スポーツブランドのスニーカーではなくて、例えばナノユニバースですとか、ビューティー&ユースですとか、このようなセレクトショップのオリジナルで意外と似たようなレザースニーカーを売ってますので、ぜひそちらからトライをしてみるのがいいかなと思っています。その他にも5万円を超えるスニーカーというと、デザイナーズブランドのスニーカーなんかもあったりするんですが、ここら辺はですね、結構マニアックな話になってくるので、今回の動画では取り扱わずにですね、僕はもう一つ運営している YouTube のメンバーシップの方で解説をしたいなと思うので、気になる方はぜひですね、下のリンクからチェックをしていただければなというふうに思っています。ということで、今回の動画では大人の男性に合うスニーカーというテーマでお話をさせていただきました。今日ご紹介したブランドあたりを理解しておけば、結構ですね、大人のスニーカー選びとしては十分なのかなというふうに思っています。僕自身も大体のものを経験したことがあるんですが、価格帯も結構抑えめですし、ものによってはですね、トレンド感というものも漂うものがあるので、ぜひ皆さんにはですね、今回の中から気に入ったものにですね、トライをしていただければなというふうに思っています。ちなみに今回ご紹介したスニーカーに関してはですね、説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらも見ていただければなと思っています。以上、スタイリストの M 旬でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。